皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメンつばめさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。バリューメンブヒエンのセカンドブランドで2015年オープン。煮干しと豚骨をベースとした美味しいラーメンが食べられると人気のお店です。肉煮干し中華そば塩870円。あっさりめの豚ベースのスープに煮干しのコクと甘みのある背脂が楽しめる人気の一杯です。いただきます。油が張ったスープはこってりかと思いきやまさかのあっさり。豚と煮干しがちょうどいいバランスで配合されているので飲みやすい。もちもちのややフットストレート麺、コシがあり食べ応えもあってとっても美味しい。去年動画にさせていただいたヒエンさんの味が大好きなのでめちゃめちゃ行きたかったつばめさん。ようやくつばめさんのラーメンを食べることができて感動です。そして美味しい。提供も早くてありがたいです。最初に豚が来て後から煮干しが香る感じでなかなか珍しいスープだなと思いました。好みの味なのでとっても嬉しい。チャーシューは濃い味付け、ほろっとした食感でとっても美味しいです。4枚入ってますよ。具材はチャーシュー、甘酸っぱいメンマ、ネギ、ナルト、海苔の5種類。ナルトが乗るだけでパッと華やかになりますね。個人的にこの甘酸っぱいメンマは好きです。ちなみにこの肉煮干し中華そばは醤油もあって醤油の方が人気なんだそうです。塩は結構あっさりした味ですが醤油はどうなんでしょう。美味しいのは間違いない。メニューはこんな感じ。豚ベースと煮干しベース、麺の種類など書いてあって分かりやすいですね。サワブラックがすごい気になります。そうそう、そろそろ札幌も暖かくなってきたのでつけ麺を解禁しようと思っています。皆さんのつけ麺のおすすめのお店があればぜひコメント欄で教えてください。美味しかった。全飲みです。ごちそうさまでした。市電石山通り駅から徒歩1分、駐車場は5台、席数はカウンターのみ9席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。